おはようございます。朝の小倉駅に来ています。今回は北九州市と下関市の間、関門海峡をいろいろな方法で移動してみようと思います。まずは在来線ですね。小倉駅の隣、門司駅から先、鹿児島本線と山陽本線に分かれますが、山陽本線下関門司の1駅区間は JR 九州の管轄となっています。入ってきたのは415系高直両用電車です。JR 九州も新しい交流電車がいろいろと登場してきていますけど、交流直流両用の電車は新車がまだ出ていませんよね。北陸7号線の415系もいよいよ引退が目前に迫っています。九州の415系は鹿児島本線、長崎本線、それから日豊本線とね、まだまだ幅広く活躍しているんですけど、これも新車の投入によって少しずつ運用が減ってきています。ただ関門トンネル区間は硬直両用電車じゃないと走れませんからね、まだしばらく活躍が続きそうです。車内はこんな感じのオールロングシートです。関門トンネルの走行、見どころはデッドセクションですね。直流の架線と交流の架線の境目になります。門司駅を出発するとすぐの場所にあります。一瞬加速した後すぐに惰性での走行になります。ちょうど今車内の照明が落ちました。ここからしばらくは惰性で進んでいきます。実際には架線は張られていて、パンタグラフはずっと架線に触っているんですけど、電気が通っていない区間になります。この区間の間で運転手は車両の電気方式を手動で切り替えます。この場合は直流、交流から直流ですね。デッドセクションを通過すると再び通電し照明が灯ります。新しい車両ではこのデッドセクション通過中も補助電源などで照明が落ちないケースがあるんですけど、マニアの方はですね、空調システムの停止でデッドセクション通過を判断して一人でニヤニヤしてるなんて話もあります。デッドセクションを超えると間もなく関門トンネルと入っていきます。関門トンネルは下り線が1942年、上り線が1944年に開通しています。長さはどちらも 3.6 キロほどです。関門海峡を通過する国道2号のトンネル、高速道路の関門橋、そして新幹線の新関門トンネルが海峡の最も狭くなる早友瀬戸を通過しているんですけど、山陽本線の関門トンネルだけが少し離れた大瀬戸を通過しています。列車が関門トンネルを通過するのにかかる時間はおよそ3分です。なお、トンネルを出た先は実は山陽本線の関門トンネルだけが本州本土ではなく、彦島という島になります。本州本土との間にある小瀬戸と呼ばれる海峡は大部分が埋め立てられて、山陽本線以外にも3つのルートで架橋されているので、実際あまり島っぽい感じはしない島です。まもなく渡るのが小瀬戸、これは川ではなくて海峡です。これを渡るとようやく本州の本土ということですね。まもなく下関駅に到着します。ということで下関駅に到着しました。これで第一のルートは終了です。それでは次のルートへと参りましょう。次は渡船で関門海峡を渡りたいと思います。渡船の乗り場は有名な唐戸市場のそば。唐戸までは2キロちょっとですから歩いても行けるんですけど、駅前からはバスもたくさん出ています。下関駅前を出発するバスは乗り場行き先ともに非常に良くてですね、初見だとちょっと混乱しそうなんですが、ここを出るバスのほとんどが唐戸の停留所には止まるので割と気軽に利用できます。下関駅から唐戸までは交通状況にもよりますが10分かかりません。片道220円、徒歩の場合はゆっくり歩いて30分ちょっとです。ちょうど門司港レトロ行きの船が出発するみたいです。日中は20分間隔で運航してますからね、大丈夫です。門司港レトロまでは片道およそ5分です。それでは出港の様子をご覧ください。唐戸桟橋から門司港レトロまでは片道400円です。コロナのためか券売所の窓口には誰もいませんでした。この桟橋の入り口にも誰もいないですね。もう入っちゃっていいんでしょうか。門司港行き、こっち側ですね。船内の座席もありますが、今日は天気もいいですからね、こちら2階のオープンデッキにしましょう。意外と柵が低いので、こちらで過ごす人は気をつけてください。それでは出港です。向こうに関門橋も見えています。
天気はいいんですけど、会場ということもあって空気は少し冷たいです。それでは案内放送を聞きながら公開の様子をしばらくご覧ください。関門海峡の観光案内放送があります。この後今前を横切った船の波を乗り越えるので船が少し揺れます。1日約700隻もの船が行き交う関門海峡は、狭いところで両岸の幅が約700メートル、潮の流れの速さが約10ノット、時速18キロで1日に4回流れの向きを変える世界的にも珍しい国際航路です。東側には本州と九州を結ぶ長さ1068メートルの関門橋、西側には武蔵小次郎の鉄道でおなじみ巌流島を望むことができます。当社では巌流島航路も運行を受けておりますので、どうぞご利用くださいませ。およそ5分で関門海峡を横切って門司港レトロ川の乗り場に到着します。こちら鹿児島本線の門司港駅のすぐ近くです。渡船の航路はこちら。今回利用する交通機関の中では最も海峡の幅の広い場所を横切っています。私が乗った便の乗客は3人家族1組と私の計4人だけでした。この渡船は以前にも乗ったことがあるんですけど、その時は前後の便も20人近い乗客がいたので、コロナの影響の大きさを感じてしまいます。こちらが門司港レトロ川の乗り場です。巌流島経由の航路もあって島で下船することもできます。渡船の乗り場を出て目の前の信号を渡ると鹿児島本線の起点門司港駅はすぐ目の前です。現在の駅舎は2代目駅舎です。2012年から6年かけて2代目駅舎開業当初の姿への復元工事が行われました。それでは次、今度は関門海峡を歩いて渡ります。海の上をどうやってと思うかもしれませんね。パッと思いつくのは関門橋ですが、関門橋には歩道はありません。実は国道2号の関門トンネルの真下に歩行者用のトンネルがあるのです。それを通って再び本州側に戻ります。門司港レトロ地区から関門橋を目指して歩いていきます。門司港駅からトンネル入り口のメカリまではおよそ 2.3 キロ、徒歩で3、40分です。バスもありますが、運転本数は1時間に1本程度です。こちらが関門トンネルの人道入り口です。歩行者、自転車、そして 50cc 以下の原付が利用できます。国道2号の関門トンネルは 50cc より上の原付は通行できるんですが、50cc 以下は通行できないためです。それでは関門トンネル人道、歩いて本州に渡りましょう。ちなみに下関側の出口は三毛裾側という場所になります。唐戸からさらに2キロほど東の場所です。入り口はこんな感じ。ここからエレベーターで一気に地下へと降りていきます。バナナのイラストが使われているのは、門司港がバナナの叩き売り発祥の地だからだそうです。ポチッとな。あ、すぐに来ましたね。それではこれに乗って地下へと降りていきましょう。
こちらメカリにある文字口は入り口から60メーターこのエレベーターで地下へと降りていきます。到着です。あれ開かない。あ、反対側が開くのか。こちらですね。改めまして到着です。到着した場所はちょっとした広場になっています。休憩できる椅子が置いてあって、関門トンネルに関しての案内などが展示されています。そしてこちらがトンネルの入り口です。下関、トンネルの長さは780メートルです。人道トンネル利用方法です。営業時間というわけではないですが、夜間は通行できません。夜10時までというのは少し早い気がしますね。通行料金徒歩は無料です。自転車原付は20円です。人道トンネル内、自転車原付は降りて押します。原付はエンジンも切ってください。ペット禁止というのはちょっと意外ですね。もちろん禁煙です。県境はトンネルのほぼ中間にあります。そこに向かって少し下っていきます。最底部は海面下58メートルです。それでは参りましょう。まあ歩いてしまえば普通の地下歩道ですよね。エレベーターで出入りするっていうのが少し特別ですが、降りてしまえばここが海底より低いという実感はあまりありません。この関門トンネルの人道は昔、原付で日本一周した時に、通ってると思うんですけど、それ以降では、久しぶりですね。これね、九州には、まあ、何回か来てるんですけども、この人道を通るのは本当にその原付日本一周の時以来、もう20年ぶりぐらいですかね。久しぶりの、歩きでの通行になります。壁に海底の絵が描いてあったり、全体が青色に塗られていて、ここが海底であることをアピールしています。実際にはこのすぐ真上に国道2号の関門トンネルが通っています。日本の道路は基本左側通行なんですけど、この人道は右側通行となっています。ここがいよいよね、最深部だと思います。下ってきて、この先がもうまた上りになってますからね。ここが福岡県と山口県の境だと思うんですが、県境のなんか書いたのがね、あそこにあるな。ちょっと離れたところにありますね。福岡県山口県の県境の印がすぐそこにあります。ここが山口県と福岡県の県境になります。ここ以外にも海底トンネルや海上の橋梁で県境を越える場所はありますが、徒歩で利用できるのはこの関門トンネル人道と島並海道の多々良橋だけです。下関側へは緩やかに登っていきます。そして到着です。下関側にも同じような広場があります。エレベーターで地上へと上がります。エレベーターを降りた場所は三茂裾側、下関駅からおよそ4キロほど東に位置しています。下関口、三茂裾側の出入り口はこんな感じです。これで徒歩での移動も完了。関門橋や国道2号の関門トンネルを走る路線バスはありません。下関駅から博多への高速バスがあるんですけど、小倉で降りることができません。ということで最後の交通機関は山陽新幹線です。三茂裾側のバス停から新下関駅に直通するバスもあるんですけど、本数が少ないのでタイミングよくやってこない限りは一旦下関駅に戻る方が早いです。新下関駅に到着です。下関駅から2駅、直線距離でもおよそ 6.5 キロ離れています。最後、ここから1駅だけ新幹線に乗ります。新下関駅から小倉駅まで在来線経由の運賃は370円ですが、新幹線は経路が違って330円です。ただ新幹線を利用するには特急料金が必要です。新下関小倉の新幹線特急料金は自由席の場合、一駅区間の特例で870円で済みます。それでも運賃との合計は1200円、在来線の3倍です。乗車するのは小玉851号博多駅です。これで小倉まで乗車します。
これは全くノーマークだったんですけど、このこだまはハローキティ新幹線でしたね。せっかくですから入線の様子をご覧いただきましょう。新下関駅を出発します。ホームを離れるとすぐにトンネルに入りますが、これが新関門トンネルです。新関門トンネル全長は18キロちょっとで、関門海峡をまたぐ構造物の中では圧倒的な長さを誇ります。なお東海道山陽新幹線のトンネルとしても最長です。高速道路の関門橋が供用を開始したおよそ1年半後、昭和50年3月に供用を開始、同時に山陽新幹線岡山博多間が延伸開業し、山陽新幹線が全線開通となりました。新下関駅から小倉駅までは 20.7 キロ、新関門トンネルの長さが 18.7 キロなので、およそ9割がトンネルということになります。リニア中央新幹線が開通したらこんな感じになるのでしょうか。新下関小倉間はおよそ9分です。新関門トンネルを出るとまもなく小倉駅に到着します。小倉博多は在来線の普通列車でおよそ1時間半、特急列車で45分、そして新幹線で15分です。小倉博多に限って言えば、やってきた新幹線の順番で博多に到着するので、運転頻度でも在来線の普通列車や特急列車より充実していると言えます。というわけで今回は関門海峡を渡る交通機関を4つ比べてみましたが、いかがでしたでしょうか。途中でお話した通り、この区間は路線バス、高速バスの設定はありません。一般的なのは JR の在来線ですね。観光で門司港を訪れるのなら都線も使えます。歩いて渡れる海底トンネルはそれ自体が観光名所にもなっているので、行ってみる価値はあると思います。新幹線は今回に限っては完璧に鉄オタのネタ枠でしたね。それではこの動画はここまでとなります。ご視聴ありがとうございました。